見てるから、メール返してるから、横向いて食べてた母の手料理、そこには愛があった。今日はどうだった、毎日めんどくさくて別に何もないよ、そこには優しさがあった。帰りが遅くなった時、枕なテーブルに作り置きされた夕食、一人レンジで温め、いつもの席に座ってみる。なぜだろう、美味しいって言葉も空っぽで、こんなにも温かいご飯が、こんなにも温かい笑顔が、こんなにもすぐそばにあったんだ。ああ、何か話すわけでもないけど、美味しいねの一言で分け合える愛がある。食の定位置、止まらない笑い声、ただ一緒にいたくて無駄話だけど、そこには愛があった。些細なすれ違いから意地を張り背を向け合ったんだ。空いたままの君の席、そこには後悔があった。失って気づく想い、太陽で終わらせないで、また会う時は笑顔でいたい。どんなに離れた場所にいても、どんなに時間が過ぎ去っても、なくしてはいけないものがあったんだ。ああ、またみんなでご飯を食べよう、誰かのその一言で思い出せる。どうで思う。